はい、皆さんこんにちは。ウェブアドバイザーの吉住です。今回はですね、秋一郎さんという方からコメントをいただきました内容をお送りします。エレメンターのね、このフレックスボックスコンテナというこの最新機能があるんですけれども、これはですね、エレメンターのね、これまでのやり方とはちょっとね、このフレックスボックスという機能を使ってやっていくっていうことで、ちょっと変わってくるんですね。今までのやり方と変わってくる機能なんですけど、今後ね、エレメンターがこっち側で、こっち側を主流にしていきますよっていうことを言ってるんで、おすすめっていうことに書かれてるんですけどね。これまだね、メジャーバージョンじゃないんですけど、こういう機能があるということで、このね、エレメンターの設定のフューチャーズというところにね、こう隠されてるんですけども、ここを有効化して使えるということでして、皆さんね、これからこの機能を使っていくんで、今のうちにね、慣れていただいて、制作ね、進めていただければと思っておりますので、今回はですね、このコンテナというね、機能を使って、フレックスボックスコンテナという機能を使って、LP のヘッダーの部分を作るということをしていきたいと思います。はい。ではですね、この有効化にしたら、保存かけますね。はい。でですね、ヘッダーメニューを作るので、先にこのプラグインが必要になります。エレメンターでね、ヘッダーとかを作るときって、無料のね、プラグインがあるので、エレメンタースペースヘッダーとかで調べるとですね、このエレメンターヘッダー&フッダービルダーというプラグインがありますね。これはもう定番中の定番ですが、これをインストールしておきましょう。はい。これをね、やることでヘッダーが作れるようになりますからね。これがなくても作ることはできるんですが、あった方がいいでしょうということで、これを基準にして作っていきたいと思います。はい。ではまずですね、このね、テンプレートではなくて、エレメンターのヘッダー&フッダービルダー、外観のところにありますね。はい。これですね。ここからアドニューですね。はい。で、これはいいとして、ビギナーとかにしておきましょうね。はい。ビギナーではないんですけどね。っていうか、スキップができますね。スキップしておきましょう。はい。で、ここでヘッダーというのを入れますね。はい。ヘッダーと入れて、で、これがタイプオブテンプレートをこれですね。ヘッダーにします。はい。で、ディスプレイオン。これ、エンタイアウェブサイト。エンタイアウェブサイトってサイト全体っていう意味になりますね。はい。でこれはオールでいいでしょうね。はい。これで保存します。で、エレメンターで編集とします。はい。そしたら真っ白なところが出てくるわけですね。はい。じゃあ、ここからいつも通り作っていくんですが、はい。プラスボタンを押すといきなりちょっと変わっているところがあります。これは、下矢印とか右矢印とかこういうふうに出てるんですね。これまでね、エレメンター使ってる人だったら、1列とか2列とかになってたなーっていうことはわかると思うんですけれども、こういうふうな変化点があります。はい。こんな感じでね、結構いろんなレイアウトができるというところなんですね。で、左の方を見るとですね、この、コンテナというのがね、こう出てるという形ですね。これはフレックスボックスコンテナの、有効化したことで出てきたものになりますと。しかもですね、この基本の中に内部セクションってあったと思うんですけどね、これはなくなってますよということなんですね。これね、フレックスボックスコンテナってね、どういうことかっていうと、これまでだからセクションとかね、カラムとかっていう概念があったんですけどね、これが全部なくなりまして、コンテナっていうやつでね、全部管理していこうっていうようなものになってますというところですね。はい。でもそんなに心配することなくて、今回作るメニューとか、ではそんなに、難しい設定も行わないので、はい、早速やっていきましょうかね。はい。ではですね、これメニューを作りたいので、メニューってね、基本的にはこの左側にロゴがあって、右側にメニューがあってみたいなね、形があると思いますね。はい。そういう形で作るので、今回もね、このメニューを選びました。はい。この比率ですね。で、左側には画像が入るか、このロゴってね、調べると、さっきのプラグインで入れた時の、入れたこのウィジェットがね、出てくると。HFB って書いてるのは、
ヘッダー&フッタービルダーっていうことですね。はい、ここでヘッダー&フッタービルダーのロゴを入れると、早速ね、ロゴが出てきましたね。まあ、これはあのサイトの設定のところで設定しているものが出てると思いますというところですね。サイトの基本情報でね、このサイトロゴが設定されているとこれが表示されてますよっていうところなんですけど、まあ、これがね、設定されてない人は別に画像でもいいと思います。はい、画像をクリックして、でメディアライブラリにこのロゴのね画像を入れてもらって、それでも構わないと思いますんでね。はい、まあ、今回ねこれ画像として使いましょう。はい、これでロゴが入りました。で右側ですね、右側はメニューが入りますよという形なんですけども、メニューはですね、まあ、ウィジェットの検索でメニューって英語で調べてもらうと、この HFB ですね、 HFB のナビゲーションメニューが出てくるので、これを使いましょうというところですね。はい、でね、今このメニューのグローバルメニューっていうのがもうすでにできてますというところですけども、まあ、これ一応説明しておくと、外観のねこのメニューというところからグローバルメニューっていうのをこう作ってますというところですね。まあ、これはワードプレスの共通の機能ですから、あのご存知の方も多いと思います。はい、外観のメニューからですね、メニューを作って、でそれをこう呼び出してますよっていう形ですよね。はい、こんな感じでやってます。で、まあ、一応ラストボタン、メニューアイテムってこれボタンにできるんですね。これで、うん、ボタンにできますから、これでいきますというところなんですね。はい、で、まあ、ボタンの、そうですね、ボタンのテキストの色とかは、まあ、ここで白にしておきましょうかね。はい、まあ、こんな感じで一応ロゴとメニューという形が入りました。まあ、これですね。ただ左側にこのメニューがね寄っちゃってるってことなんですね。まあ、これあんまりかっこよくないんで、右側に寄せたいわけですね。はい、なのでこういう場合はですね、このここで出てきますね、コンテナ、これです、コンテナですね。はい、このコンテナを押すと、ここにですね、まあ、ジャスティファイコンテンツっていうのがあるんですね。あと、アラインアイテムスっていうのがあるんですね。はい。で、これはですね、まあ、何かっていうと、この、縦とか中央とかね、これ決められるんですね。この、今分かると思いますね。上に揃いにすると、こう上にね、行きますし、中央にしたら中央に行くんですね。で、下やったら下の方に、このコンテナの下の方に集中してますよっていうことなんですね。はい。こんな感じでね、位置関係を、まあ、すぐ変えられるわけですね。はい、で今回はね、まあ、このロゴの中央に来てほしいの、中央に寄せますというところですね。で右側に行きたいので、このアラインアイテムスですね、これはスタートにすると左になりますと、でこれセンターにすると、まあ、もちろん真ん中に行きますと、でこれエンドってするとね、こう右側に寄りましたという形になるわけですね。まあ、これで OK なわけですね、シンプルに。はい、こんな感じでやればいきますと。まあ、あとはこうロゴのね調整をしてやればいいと。ロゴもね、幅がそんないらないってことですね。まあ、20とかにしてみましょうかね。で20にして、まあ、ここからこっち80ですね。これはカラムで設定してるみたいなものと一緒ですよね。はい、こんな感じ、これでメニューができますというところですね。まあ、あとはデザイン面をね整えるなりっていう風にしていけば、うん、出来上がるというところですね。まあ、今回はボックスシャドウでも入れて、まあ、ちょっと影のあるこのボタンですね。こういう感じ。はい、これでメニューが出来上がりますというところですね。まあ、あと色つけるなり、いろいろやってもらえればいいのかなというふうに思いますね。はい、まあ、もう一個ぐらい別タイプのメニューを作りましょうか。はい、まあ、例えばですね、こういうような形で、コンテナをね、1個作りますけれども、まあ、画像を入れて、で、まあ、メニューを入れますね。メニュー、ナビゲーションメニュー。はい。こうなりましたと。まあ、左寄りにね、こう寄ってるわけですね。まあ、画像もちょっと変えましょうかね。画像も分かりやすいものに変えます。うん。でもサイズ先に調整しましょうか。サイズ先に調整して、まあ、こうやるわけですけど、これがね左に寄ってるわけですけれども、このコンテナはね、一番外側を囲ってるコンテナの、ここですね、アラインアイテムセンターになれば、まあ、中央になるわけです、こうやって。はい、なので、まあ、中央寄せのこのメニューっていうのもできますという形ですね。はい、まあ、こんな形もできますし、うん、まあ、結構簡単にこの
寄せるっていうことができる。まあこれまでのねカラムのやつでもできてたんですけどね。はい。まあでもよりコンテナっていうか管理がねしやすくなったんじゃないですかね。どこの設定をいじってるのかっていうのがこう分かりやすくなる。うん。このコンテナだけの管理によって、うん、っていう利点があるのではないかなというふうには思いますね。はい。まあ、そんな感じで、ヘッダーの作り方を紹介していきました。まあね、このコンテナですね、これから主流になると思われるので、まあ、このコンテナを使った、この、まあ、今回ね、ヘッダーでしたですけど、今後はですね、そのメインビジュアルであったりとか、まあ、その下のLP のね項目それぞれをコンテナでまあ作るっていうこともちょっと解説していこうかなというふうに思いますので、まあぜひねちょっと今後も見ていただければと思っております。はい、ということで以上でした。はい、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。